今日昼前、高山市の畑で農作業をしていた男性が熊に襲われ、顔や背中などに軽い怪我をしました。今日午前11時20分ごろ、高山市旭町カブトの畑で65歳の男性が農作業をしていたところ、突然熊に襲われ、顔や背中を引っ掛か,かれて病院に運ばれました。警察によりますと軽傷だということです。市によりますと男性は。 畑にかがんで作業していたら、背後にイノシシがいると思い、身を守ろうとうつ伏せになった。しかし、イノシシではなく熊で背中を引っかかれたと話していたということです。高山市では、先月、熊の目撃情報が去年の同じ時期のおよそ3倍にあたる65件寄せられているほか、今月もすでに13件の情報が寄せられているということです。高山市の無課は、 メールなどで配信している目撃情報を確認してもらいそういった場所には近づかないでほしい、万が一至近距離でクマを見つけてしまったときには伏せて首を手で覆うなどして身を守ってほしいと話しています。